こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。アップルと提携したことをヒュンダイ自動車がリークし、アップル側は大激怒し、提携が破談になり、アップルはトヨタなど日本企業との提携に方針転換したようですが、現在キア自動車の株価が11兆も蒸発し大暴落したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ヒュンダイ車とキアを所有するヒュンダイ車グループがアップルとの電気自動車開発に対する協議を進めていないと発表したからだ。ヒュンダイ車グループとアップルが協力して自動走行電気自動車アップルカーを発売する可能性があるというニュースが伝わった後、1ヶ月間熱い反応を起こしたヒュンダイ車グループ関連株に冷や水を浴びせた。ヒュンダイ車とキアはこの日、アップルと自律走行車開発に対する協議を進めていないとし、自律走行電気車事業関連の多数の海外企業と協業を検討しているが、まだ決定されたことはないと公示した。同日午後12時48分現在、株式市場でヒュンダイ車は前の取引日よりマイナス 4.81%、 キアはマイナス 12.41%、 現代モービスはマイナス 7.52%、 現代ウィアはマイナス 9.66%、 現代グロービスはマイナス 7.69% などと弱気を見せた。これら企業の時価総額は127兆5000億ウォンで、1日で11兆ウォン以上も減少した。今月5日、現代時53兆ウォン、キア時41兆ウォン、現代モービス33兆ウォン、現代ウィア2兆6000億ウォン、現代グロービス8兆3000億ウォンなどの合計時価総額は138兆9000億ウォンだった。確認や未確認、否定の3つの工事内容から見て、ヒュンダイ車グループが現状でアップルカーを作る可能性は低い。ブルームバーグ通信もアップルが起こり、ヒュンダイ車グループと電気自動車議論を中断したと報じた。ブルームバーグは、消息筋の話として、アップルは、数年間、プロジェクトを秘密にしてきたが、ヒュンダイ車グループが、メディアにプロジェクトについて言及し、アップルの効率的な統制から外れたと判断し起こったというと明らかにした。ブルームバーグは、開発プロジェクトの情報流出に、極めて敏感なアップルの秘密主義のため協力議論が中断したと説明した。ブルームバーグは伏線も敷いた。アップルとヒュンダイ車グループ間の議論がいつ再開されるかは不明だとし、多くの会社がアップルと協力することに関心があると報道したからだ。議論の中断であって交渉終結ではないという意味する。別の消息筋もブルームバーグに、ヒュンダイ車グループ内で現代とキアのうちどちらがアップルカーを生産するのかについての論争が発生しているとし、協力が実現した場合、ヒュンダイ車よりはキアが委託生産を引き受ける可能性が高く、米ジョージア州の工場で生産されるだろうと述べた。ブルームバーグは最後に、アップルは開発作業はまだ初期段階なので、今後5年間はプロジェクト発表が発生せず、潜在的な自動車産業パートナーを決定する時間が多いと付け加えた。ヒュンダイ車グループが一人暮らしを望んでいるのではない。工事内容のように、自立走行電気自動車事業関連の多数の海外企業と協業を検討する理由だ。ヒュンダイ車グループとアップルも秘密を守りながら今後協力する可能性がある。時間に追われる必要もない。ブルームバーグの報道内容なら、アップルカーの開発作業はまだ初期段階であるためだ。アップルカオスは実態が現れるまで続くしかない。それではネットの反応です。ヒュンダイ車の方が技術がもっといいのに、アップルがなくてもよく生きてきたのにね、ヒュンダイ自動車は一人で行け、理由もなく上がったから現状回復しなければ、強硬な労組に機密を守らない企業の信頼は疑わしいだろう。株価を押し上げようとして情報を流して韓国の消費者をカモと思っている企業。
血管には連勝。毎日外側だけを取り替えている旧型車になるヒュンダイ車。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。